はい、なんかタラさんが面白い話してる。最低こいつ最低だぜ。いやなんか今もうこのカメラ回る前の話すごいもう面白い話があるって。最低だなこいつら。もう確かに言ってたな。もうみんなに伝わらないところで振ってやがるな。ね、じゃあこの今回す前に、いや俺一個あるけどオチがないよと、普通に日常の会話ですよって言ったら、うん、あじゃああんまハードル上げないで回しますか、ポチめっちゃ面白い話あるんですよ。おいてめえもうカメラ回ってないとこでちゃんと振らないでください。言ってたもんね。言ってないよ。すげえ面白い。聞いてくれよ。過去3ぐらいって言ってたよ、ね、じゃあドヤ顔で言わないって。じゃあ上位って言ったよ。言わない言わない、うん、そんなことないです。本当に別に面白い話とかじゃないです。ごめんなさい。ちょっと切れたりとかじゃないんで。で、何も別に何にも起こらなかったんだけど、うん、あの、あることをしてきましたっていう。お、当てたいね、また。いいよ、クイズチャンネルとかね。クイズチャンネルとか。ヨアクイズノック。何系？何系？あ、アキネタみたいにこれ引いてこい。あ、いいよいいよ。何系ですか？何系じゃ、はい、言えない。あ、そうか。はいね、それ。それ何かしら。じゃあ。運動ですか？あ、いいね。はい。いいえ。お、いいえ。じゃあね、動かない系だ。遠くに行く系ですか？いいえ。お、いいえ。遠く、うん、遠くいい。都内ですか？はい。おお、だいぶ近づいた。だいぶ近づいた。運動じゃないからね。ご飯系ですか？いいえ。あ、いいね、いいね。アクティブですか？動かないんでしょ、今。いいえ。お、結構。都内で。ご飯でもないんだよ、しかも。じゃあ、こうなる。あ、ミル系、なんていうの、こういうの。6度ですね。いやいや、もうもう答え、もうアキネーターだったらもうあなたが考えてるのは出すタイミングですよ。ろくろやらねえよ都内で。じゃあ少しは動きますか？いいえ。え、じゃあもう見るんだよ、ほら見るんだ。あ、マッサージ K さんも行くって言ったけど行ったことないんじゃないかな。おー、マッサージですか？いいえ。そういう、まあ、もうこれこんなんかすごいさ、これすごい、うん、これ高まるね、答えが。何が？答えに対する高まりすごい今あるじゃん、2人。いやないよないよ、怖いこれ答え言うの。そんなこんな楽しんでもらってなんかもうってなりそう。家族とですか？いいえ。あ、いや一人だ。あ、じゃあ一人だ。え、で動かない、そのアクティブじゃない、でも都内でいい。で、できる。なんかそんなもうなんて言うんだろう、ね、早く言いたくなってきた。恥ずかしいわ。なんかなんか干渉系ですか？いいえ。あれ違う。何じゃ、もう結構ないよ。結構ない。干渉見るでもない。確かに当てるのむずいのかこれ。カフェでもないぞ、だって食べる系でもないから、ね、そうだよ。食べでもないし、見るの映画とかそういう見る美術館とかそういうの。運動でもない。運動でもない。え、なんもないでしょ。動かない、一切動かない。え、どういうこと？まあ、動かない。え、どういうこと？え、むずい。めちゃくちゃむずいやん。めっちゃ面白いんじゃない、やっぱ。やめろ。屋内ですか？はい。まあ、屋内か。屋内。まあ、やったというか、なんだろうな、うん、え、なんと言っていいかわかんないな。歯医者。歯医者、歯医者も言ったよ。治療系ですか？部分的に。やっぱりマッサージとか違うと思うな。いや、ちょっと待って、でもこれ家なんだけど、家なんだけど部分的にそうにしとくわ、うん、どういうこと？ちょっといやらしい系のマッサージのお店ですか？いや、そんな豪華にしないよ。言ってたとしても言ってないっていうのはまず言ってないし、なんでそれこんなニヤニヤしても話してた2人で、なんか治療からうんじゃねえ、うんじゃねえ、ある意味治療科っていう。治療科じゃねえよ、キモキモ、それだ、キモ回答すんなよ。いやらしい系で。それじゃないの、何なんか購入しですか？あ、まあ購入というか、まあまあ部分的にそう。え、ちょっと待って、むずすぎない？あ、じゃあちょっと1万円以上ですか？あ、いいね。はい。え、結構だよ。治療、治療系で1万円以上で結構だよ。まあ、治療部分的だからね、その完璧に。あ、人間ドックですか？いえ、それはまあ治療系だな。治療系、それ治療系になる。だからさっきマッサージがちょうどいいラインなんだと思った。あれも治療っちゃ治療。じゃあ、だからそうするとまた卑猥な方行くから。違うのよ。そのラインで攻めればいいの。こうストレッチですか？ああ、違うんだ。え、ジムとかにないってことだろうね。結構難しい。運動じゃないしね。むずいか、確かにむずいね。え、僕ら行ったことありそうですか？ああ、ちょっと待ってね。これもはい、家じゃないけど佐藤さんはあるんじゃないかな。えぇ、ケイさんはあんま聞かない、わかんない。え、
もし、あの、言ってないのであれだけど、言ってないところで言ってたらあれだけど、ケイさんは聞いたことない。佐藤さんは何か言ってたんじゃないかなぁ、ぐらい。え？こんな、そんな当てたい、当てたいなぁ。高橋アキネーターね、タイトルは高橋アキネーターね、高根板、ちょっと言って、あの、高根板っぽい、高根板、逆なんだけど、君たちがアキネーターだから、俺が、俺、はい、家だから、そうか、この答えの黒だから、俺、あ、そうか、なに、なに、全然わかんないんだけど、まあ、意外とむずいんだ、これ、まあ、そうか、むずいか、足つぼですか、はい、いいえ、だからそのマッサージですかはいいえですそうか、でもそうなるともうないよね、ないね、ちょっと当てたいよ、でもここまで来たら治療系はだからもういいえと捉えていいよ、そこが引っかかっちゃったでしょ、治療系はいいえ、でもある答え聞いたらあーってなると思う、どういうこと、むずいね、ちょっとむずいわ、もうちょいヒント欲しいないやそれあなたたちがはいいえと、はいいえと、ね、何聞けばいいかむずいんだよ、いいのこれ以上あるぞ、だってこれ座ってるますか、私、はい、まあ部分的にそう、誰かが相手がいるものですか、まあ、相手が、まあはい、うん、相手がいるって、まあそうか、うん、相手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 って言っていいか分かんないけど、まあ、怪しいんだよ、じゃ機械ですか、相手は、相手は、あ、いいや、いい人間だけど、その相手相手ってなんだ、なん試合してるみたいな、どういうこと全然わかんない。なんかあんのかな。アキネーターってこれむずいよね。これ質問考えるのむずいんだよね。むずい。そうそう。アキネーターすごいわ。その相手は資格を持ってますか。ああいい質問だけどわからない。わからない。持ってるかもしれないし、わからない。あんのかな。全然出ない。治療系ではないのもあったけど。うん。でみんな。はい。あ、カウンセリング系ですか。カウンセリング？ああ、精神的な治療とか、うん、いやまあ話す系、まあ、カウンセリングはしたんだけど、でもカウンセリングではないです、そのなんつってカウンセリング、だからその何かを作るんだよ、作る系、メガネみたいな、そういうことだと思うんだよ、メガネの作る系ですか、作る系というか部分的にそうだね、うわ何それ絶対分かんないんだけど、うん、作る部分的にそう、うん、作るか、ガチで取り組んでくれてるじゃん、わかんない、でも当てなきゃ、ここに来たらって言うじゃん、わかんねえ全然、そんな大したことじゃないのにこれ当たりそうですか、なんか一個、もう一個いけばいけそうなんだけど、なんかもう全部一個この枠の中で話してるから、一個、うん、どういうこと、ボルダリングですね枠もクソもねえじゃん運動してるわボルダリングは、ホテル、ビジネスホテルに一人で泊まった、いいえ、人からいないの、まあ満喫、いい、まあ、そっち系かな、そっち系、いいえそっち系って分かんないけどもう出てこないよ、いろんな他のアプローチしてよ、もっとその、なんか何、ちょっと質問してよ、ヒゲさん、いや思いつかないよ、もう俺も無理だよ、もう無理、弱っ弱弱、プレミア公開かね、これやっぱみんな誰が一番早く答えられるか、プレミア公開するなよ、こんなやめろよ、もっとちゃんとしたやつでやってえ、なに、でも1万以上すんだよ、1万以上するってまあまあだよね、2万以上しますか、いいえ、じゃあ1万だったら結構なラインよ、何、ちょっとき、治療っぽいことな、まあ、ちんたい、それは家にしといて、なんか引っかかってじゃあ、ものづくり、ものづくりです か、そこは部分的にそうだって、部分的にものづくり、あぁ、あ、来た、部分的に、わかった、うん、枕作る、いいえ、おーい、マジかよ、それ行きたいと思ってる、あ、で、そういう系ですか、まあ、それめっちゃ行きたいと思ってる、そういう系っていうのがむずいけど、だから物よ、もう、物か、だから君たち物に全然行かないんだけど全く物が、物に行かないのに、わかんねーとか言ってるけど、もう物です、あ、カードの鑑定に行った、あ、違う違う、いいえ、物、物、物で、うん、一人でだよ、一番、物の大きさはこんぐらいですか、あ、いいね、あ、もうちょい、こんぐらい、あ、もうちょいちっちゃい、まあ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 、そんないいイヤホン買いに行った、いや、いいえ、でもそう、ものよ、マウスピース作った、いいえボクサーか、メガネ、いいえ、戦ってんな、ち
戦ってんじゃん。わかんない。体身につけるものですか。身につ、ほ、もうほぼ、ほ、まあ部分的に。バッグだ。ランドセル、子供のランドセル買いに行った。あ、違う。でかいなの、ちっちゃいな、これ。ちっちゃいの、ミニチュアランドセル。ちっちゃいのか。え？身につける、もう今やね、今や身につける。ピアス。違う。時計。違う。財布。違う。もう、こいつらもう、諦め出してんじゃん、もう。わかんないよ。なんでそこまで言ってもそこだけ言わないんだ今の。え、あ、近いんだ今の流れで。今もういいの。マック。あ、違う。あ、入った。近い。玉。違う。財布。言ったよ。言った。違う。え、スリーブ。違う。身につける。今や身につける。ちょっと待って、身につけるものでしょ。服。違う。ウィッグ、ウィッグ。つけてないだろ。いらないだろ、俺、ウィッグは。え？時計。もう今や。まあでも、まあ、身につける、もういいえだろ、じゃあ。じゃあ、身につける、いいえ。だから、もう今や、もう身につける。今、ありそうですか、あの、めちゃめちゃある、めちゃめちゃある。みんな身につけてるに近いよ、もう。靴？違う。いや、まあ、身につけるって言い方がおかしいけど、ズボン。違う。もうパンツ。違う。なんでこれだけ言わないの。まあ身につけるっていうか、身につけるっていうか、もうもう肌に離さずよね、ほぼね。 iPhone 買いに。ああ、 iPhone です。 iPhone。 iPhone 以外を言ってんだこれ。でも iPhone 違うで。1万から2万だから。 iPhone ケース。違う。でもいいよ、いいよ。 iPhone の。 iPhone の。 iPhone の充電器だって。そう。え、そういうこと。充電器。惜しい。バッテリー。正解。 iPhone のバッテリーを初めて交換しに行きました。うずしかもしょぼいな。だから言ってんじゃねえか、しょぼい。しょぼいって言ってんじゃねえか。こんな大事と言えばさ、もう十何分も使って超しょぼいこと当ててんの、君たちは。前言ってたもんね、ちょっと。言ってんだ、俺、しょぼいって。言ってたわ。でしょ？でも行きたいんだよ。でしょ？で、要は iPhone の修理屋さんに初めて行ったのよ。うん。前も言った。で、佐藤さんなんか画面割れた動画で行ったことあるでしょ。そう、で、そう、違法のとこ行っちゃったから。違法というか。違法、あの、公式じゃないですね。公式じゃないで、俺は、もう公式じゃないと結局売れなくなるって聞いてるから。そうそうそう。だから公式で、この iTunes じゃない、あの、iPhone のサイト、うん、Mac のサイトか、うん、で調べてって予約してで、うん、秋葉で初めて。いくらですか、待って。12,800円。でもそれでずっと使えるようになるならいいよ、ね、だって11で全然さ、これ買い替える必要ないと思ってるから、はい、俺マジプロだし、うん、あ、11プロで、うん、で、わざわざ買い替えたらだって15万ぐらいするでしょ、今もう。プロ、もう一回プロにしました。20すんの。するかも。するかもね。ねえ、もう円高じゃない、円安でさ、高いから、うん、ね、じゃあこれ使えるかって試しにやってみようと思って、もうそれこそ昨日よ。うん、昨日行ってきた。うーん、そうそう、秋葉に行って、で秋葉だったらすぐ予約取れたから、うん、秋葉のなんとか名前忘れちゃったんだけど、うん、まあ、あの Mac じゃなくて、あれ、ま、Mac、 Apple か、うん、Apple じゃなくて、まあ、そういうガレー、うん、なんとかガレージでも Apple と提携してるみたいな、ね、ちゃんと公式のあるある、なんとかガレージって会社さんあるよね。そうそうそう、あるね。そうで行って、うん、まあ、診断みたいな人で、それが直す直さないだったから部分的にそうですし、ね、直したでしょ、だってメンテナンスだから。それで行って診断して変えました。で1時間、もうサクッと1時間。うーん、だから秋葉まで行って、で1時間の間でラーメン食べて、あのラーメン、あのラーメンまで行っちゃった、うん、だから昨日今日でラーメンまた食ってるの、うん、昨日行ったんだ。昨日行ったよ、昨日。あの、なんだっけ、万力さん、うまいね。うーん、万力ラーメン食べて、うん、で戻って、うん、まあ言うたら、まあそしたらあと10分15分とかの、うん、ユニクロ見て、目の前のユニクロ見て、うん、でお店行ってもらって帰ってきましたっていうだけの話。なんてことない。大工さん、おもろい話あるって振るからね。振ってないからね、皆さん。本当にひどいよ、この人言うから。言うわけないでしょ、こんなの。これおもろいって言って話してるの、マジでやばいって。初期も初期も YouTuber 1万円の出費なら企画になると思って、おもろいと思ってあげちゃってるタイプなんですよ。だから1000人いってない人の時だよ。やってない、やってない。アキネーターにするのも俺だって躊躇してたでしょ。俺だって結構これ大丈夫かなって言ってたでしょ。
ちゃんとしょぼかったんだよ。えまあね。えでもね、なんかね、データとか移行させないでやってくれました。いや、俺はもうあの iCloud でやってるから、もうそのままサクッと、あ、なるほど、ね、もうほんとその場でなんかあの位置情報を切ってみたいな、位置情報を切んなきゃいけないんだってよくわかんないけど、なんかそのもうその人と話してだからカウンセリングして、うん、ね、でデータ消えないですよね、普通にしてたら。あ、全然消えてない。可能性があるみたいに言われるんだよね。あ、そう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 、で初期化しなきゃいけないパターンもあるから、一応データはバックアップ取ってから来てくださいって言われる。あ、そうそうそう、バックアップ取れんのかな。アウトラウドやってないの。iCloud が結局楽だよ。ほんと iCloud で言って、俺も写真からメモから何から iCloud が経由してるから全部入ってんの。全部、もうだから写真は全部そこで PC に自動的にダウンロードされる設定にしてる。へ、だからここで撮れば絶対残されてる状況になる。 iCloud って何ギガとかですか。ね、俺ね月100円のやつ契約してるから、普通多分無料だと4ギガとか5ギガとかじゃない、うん、で全然無理だけど月100円とかで、100円だっけ、400円、月100円か忘れちゃったけど、まあその数百円で200ギガかな。そんな使える。数百円で、そうだよ、絶対やっとくでしょ俺。あ、400円だ、400円だ、そうしよう。めっちゃいいよ、で携帯ね取るだけ200ギガ、だからこの携帯の容量がなくても基本上に保存するから、うん、別に携帯の容量そんな必要ないっていう。うん、200ギガで写真全部保存してて、ね、200ギガストレージ付きで400円だったんです。あ、月額400円、めっちゃ良くない？2テラまですると1300円だけど、そんないらないじゃん、うん、月額400円だから、それやってるからバックアップももう iCloud だし、うん、そうそうそう、っていうしょぼい話でした。いいですね、アキネーター楽しいですね。アキネーター楽しかった、うん、ただ答えに満足するから別に、ね、いやでもそこは別に盲点ではありましたよ。盲点ね、うん、でも言ってたでしょ俺。言ってた、今週行かなきゃみたいな言ってたでしょ、うん、でもやっとちょっと落ち着いたから、8月上旬落ち着いたから、ちょっと、うん、便利、やっぱもう全然変ない。やっぱ変ないね。いやもう今あの元々今充電してないからだけど、うん、やっぱ全然違うね。本当は言い聞かせてだけじゃないですか、どうしよう、それだったら本当にそんな変わってない、そんな変わってない、充電し本当はしてるんじゃないですか。昨日の今日だからね。いやしてない、してない家ってそんなしてないねバッテリーがね80% 以下だったらやった方がいいんだっけな。佐藤さん何パー今。いや俺やばいんですよ、確かに。容量バッテリーの状態見れるよ。ほら俺も最大容量 100% になってるの、昨日変えたばっかだから。バッテリーそれ、あそこ真ん中、真ん中状態と渋滞充電真ん中、うん、76じゃん。終わった絶対飛べいいね。80以下だったらもうすぐだって2、3年ぐらい経っちゃうの、うん、俺82でやった、 82% で。ケイさんもやばいんじゃない、23とかじゃない。いやもうゴミかすじゃん。ケイさんって何使ってんの iPhone。 確かに、でもちょこちょこ変えてないの。あ、変えてんだっけこの人は。去年ぐらい変えてるよね。じゃあまだ平気でしょ。まあ2年経って俺3年だったから、去年後そう忘れたけど、うん、3年経ってまあ変えてみようと思って、うん、すぐよ。でも困るのがあの時計持ってった方がいい。あこの時間に終わりますって言ったんだけど、その時間が分かんねえのよ。あミスった、時計ぐらい持ってけばよかったな。だからもう、おぉ、なんか飛んだね。いや輪ゴム遊びするなよ俺が話してる横で。おぉ、なんか飛んだねじゃねえよ。おぉ、なんか飛んだねじゃ、輪ゴム飛ばすなよ。おすすめです、ちょっと今このご時世、はいはい、あの高いからスマホが、ね、いいね。バッテリーももうスマホ自体気に入ってんだったら全然、うん、なってくないもんね、変えても。うん、だって1万3000円ってさ別にね、いいね、よくなるんだったらいいよ ね、 ね、15万、20万払えるから全然いいじゃん。 全然いいよ、いい ね、 ね、うん、必要なものだし、ね、また使えるしね、うん、はい、はい、というわけでおすすめです。はい、一応ためにはなったかな、ね、ライフハックチャンネルとして。ライフハックチャンネルだったね、ためになりましたか。ためになった方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次もお楽しみに。はい